静電気、静電気、静電気、スタティックエレクトリシティとは、静止した電化によって引き起こされる物理現象のこと。静電気は、物体、主に有電体に電化が蓄えられている、帯電する状態や蓄えられている電化そのもののことを指す場合もある。電化は常に電解による効果と磁界による効果を持つが、静電気と呼ばれるのは電解による効果が際立っている場合である。 発見は古く、紀元前600年頃にはタレスによる摩擦帯電についての記述が存在している。電池や電磁誘導の原理が見出されるまで、電気といえば静電気のことであった。あまり使われない用語だが、対義語として、動電気がある。ただし、静電気学では、動電気という言葉は使われることは、ほぼなく、動電気の定義のものであっても、 静電気の現象として扱われることがほとんどである。しばしば摩擦帯電によって生じる電化のことを指して静電気と呼ぶが、本来は摩擦帯電も静電気現象の一つでしかない。例えば圧電効果なども静電気の範疇である。雷も、また、雲に蓄えられていた静電気によって引き起こされる放電現象である。日常生活で 静電気による放電に出会った時に静電気が起きたということがあるが、これは静電気によって火花放電が起きたという方がより正確である。静電気は放電が起きる前に摩擦などで生じ、物体に蓄えられていたのである。日本においても静電気学会によって応用方法や自己防止の方法が研究されている。最も身近な静電気は2種類の有電体。 絶縁体の摩擦によって生じる。誘電体を擦り合わせた時に生じる静電気の符号は物体の組み合わせによって決まる。組み合わせた時に、正の電荷を生じるものを右に、負の電荷を生じるものを左になるように並べると、誘電体を一直線上に並べることができ、この配列のことを大電列と呼ぶ。大電の極性は大電列によって決まり、異なる物質間の大電では、 対電列が離れているほど高くなる。このほか、対電した物体への接近、静電誘導及び、誘電分局や、物理的な応力、圧電効果、温度変化、省電効果によっても生じる。実験用途や工業用途で静電気を利用する場合には、バンデグラフ機電機のような静電発電機や、コッククルフトボルトン回路のような昇圧回路を用いる。 物体に蓄えられている電荷は自分自身に反発するため静電気は最も広がった状態、すなわち物体の表面に分布する状態が最も安定であり、ファラデー刑事はこれを原理とする。静電気の利用には放電現象を利用する場合と電荷による吸引や反発力を利用する場合がある。電荷による力は距離の事情に反比例するため、 これを利用する場合には対象が細かいほど適してい。このため加速器やイオンエンジンは究極の用途とも言える。産業分野でも静電色毛、静電塗装や囚人装置のように霧状や煙状の物質、分散系や分流体を扱う用途にしばしば利用されていほか小型のアクチュエーターやモーターへの応用もある。静電気を応用した電子部品としては 一連の圧電素子や水晶、振動子、省電素子、コンデンサ型マイクロフォンなどがある。これらは該当項目を参照のこと。また、身近な応用として有名なものの一つに、レーザープリンターや副写機に用いられる観光ドラムの原理がある。放電現象の応用では、放電のエネルギーを利用した点火装置が代表的である。コンロや、 ナイターなどの身近な流す添加装置も発電素子による静電気を利用している。また、空気中での放電はオゾンの生成に利用される。日常生活の中で静電気の発生が問題となることがある。絨毯の上を歩くことによって床と人体との間で静電気が生じたり、特に化学繊維を用いた衣服が擦れることによって帯電したりすことがある。 静電気の電圧が高くなると、火花放電となって観測される。空気が湿っていると静電気が逃げやすくなるので、これらの現象は湿度の低い季節に起こりやすい。日本においては、冬場の室内で暖房器具、特に電気暖房を用いている際に、そのような条件が整うことが多い。人体表皮からの火花放電は概ね、痛みを伴い、火傷の跡が確認できるものもある。 また、帯電した物体は、ホコリやゴミを吸い寄せるため、美観を損ねるなどの影響もある。通常は、流れる電流も小さく生命機能に影響を与えることは少ないが、時として危険なこともある。特に可燃性液体や気体、可燃性蒸気も含まれる火薬などを扱う場所で、火花放電が起こると、因果による爆発や火災などの大事故になりうる。通常、 こうした可燃性の危険物等を取り扱うような作業をする際は静電気の起こりにくい素材の作業衣を着用したり静電気の溜まりにくい導電性のある材質で作られた靴を履くこと等が求めれ業務としてそれを行う際には規則として定められていたりする扱う部屋や建物に入室する際にもアースされた金属板に手をつけるなどして 電位を中和してからドアを開ける等の注意が必要なる。なお、セルフ式のガソリンスタンドでは、揮発した可燃性蒸気、ベーパーが突然に発火する現象が発生する場合がある。客の乗降時の着衣等における静電気蓄積による火花等が原因とされ、注意が促されている。ガソリンスタンド従業員は帯電防止の着衣等の 対策をしているためにこうした事故は起こりにくいが、一般客の場合は、給油前に給油機に貼られている放電プレートに触ることが指示されており、自己防止の対策として実施されている。人工衛星の場合は、太陽活動が活発な時期に、高エネルギー電子等の影響で衛星が帯電して、放電が起きることにより、衛星が全損する例もある。1973年の DSC2、1982年のゴーズ GOES-4、1991年のマーカス a s a 1997年のインサット2 d など、このような被害を防止するためには、設計、組み立て段階で各機器や断熱カバーの設置を念入りに行っておく必要がある。IC などの半導体部品や液晶は静電気による高電圧が阻止を破壊する恐れがあり、 静電気による、ホコリの付着も嫌う。電子機器や半導体部品や電子部品、HDD、ハードディスクドライブ、液晶などの生産現場には静電気を発生させない、対策や静電気を漏えいさせる対策や、静電気を除電中はするイオナイザーをはじめ、様々な静電気対策が施されている。また、作業員自身の静電気対策として、 静電気が起こりにくいような服装をしたり、リストストラップや静電気対策床と静電気対策靴を用いて、体の一部を電流制限抵抗成分を、開始アースに接続していくなどの対策も行われている。一般家庭において、PC の内部を触るときなども、電子部品に触れる前に、筐体の金属部分に触れるなどして、静電気を逃がすのが安全である。 筐体の金属部位を触った瞬間は、人体の電位と電子機器の筐体の電位差がなくなるが、人体に対して何も静電気対策していない場合、筐体から手を離した次の瞬間には、人体の衣服などによる摩擦帯電等の静電気帯電が始まり、非常に危険である。電子機器の内部などを手で触れる場合は必ず人体の静電気対策として、リストストラップの着用が必須である。 ホビーとして各種の電子回路などを扱う際にも静電気には留意するべきであり、アースのためのクリップ付きコードを接続するリストバンドなどが市販されている。小麦粉の製造やカーボンブラックの製造でも粉塵爆発は静電気によるものがほとんどで往々にして大被害を起こす。静電気は乾燥した冬場や低湿度条件で発生しやすいため、 細かい温湿度管理ができる、精密空調も製造現場の静電気対策の一つで、クリーンルーム全体を管理する空調のほか、クリーンブースやクリーンベンチ、製造装置に取り付ける空調ユニットなど、局所空調も有効な静電気対策として広く使われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。